こんばんは、渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2021年4月4日です。はい、えっ、ー、と、カルダのファンの皆様にとってはちょっとね、お待ちかねかもしれません。あの、こちらの記事なんですけれども、今日上がってきたばかり4月4日付の記事になっております。ホスキンソンリークスター、カルダのエティオピアディールワ signed by minister というふうに言われているんですけども、あの、エチオピアって書いてありますね。はい。 あの、案件、いよいよでしょうか。という感じなんですけれども、あのこちらの記事は、それほど長くありません。このようにね、ちょっとね、思わせぶりなチャールさんのツイートがあったということでね、このことからいろいろね類、類推できることがあるんじゃないのか。ということで、あの、その内容がこちらの記事に書かれています。それでは、早速内容に入っていきましょう。 はい。ホスキンソン氏、カルダノとエチオピア間の契約が大臣から署名を受けたことをほのめかす。2021年4月4日付の記事です。で、こちらに内容が2つにまとめて書かれています。カルダノブロックチェーンを使用するためのエチオピア政府の契約が昨日、大臣の最終的な署名を受けたようだ。 チャールズ・ホスキンソン氏はツイッターを通して明らかにそれを示唆するような絵のパズルを投稿したということで、それがね、あの、先ほどのこちらの画像になっています。じゃあこれは一体何なのかということですね。ちょっとあの、後を読んでいきましょう。カルダのコミュニティは2月初旬からエチオピアとの契約の最終確認を切に待ち望んできた IOG のアフリカ事業責任者ジョン・オコナー氏は 当時、カルダの創案者、チャールズ・ホスキンソン氏率いる企業が、カルダのブロックチェーンに数百万人のユーザーを参入させるためのエチオピア政府との契約の最終段階にあることを明かしていた。それ以来、様々な憶測が飛び交い、予期せぬ完了仕事ならではの遅れも発生している。しかし、ホスキンソン氏が先週報告したように、この契約は現在、最終的な承認に近づいている。 3月25日には特別委員会がプロジェクトを実施するとの決定書に署名し、あとは大臣の署名を残すばかりとなっていた。昨日からこの案件はこの段階を克服したとも考えられる。ホスキンソン氏は、独占的な契約を結んだため、その発表を絵のパズルで濁さなければならなかったものの、次のセリフと2枚の写真をすかさずツイートしたのだということで、それがこちらに なっていますね。このセリフと2枚の写真。これは何なのかということなんですけども。えっ、ー、と、チャールズさんのおっしゃったいることですね。訳けあってこの2枚の写真をツイートしたくてたまらなくなりました。私の鳥類学者としての鍛錬と、18世紀のアメリカ史への愛が融合したに違いありません。っていうね、こういう比喩的な言い方をしてるんですよね。 はい。で、体のコミュニティはこの絵のパズルを解読した。左の画像はエチオピアを原産地とするエボシドリ科の鳥の一種、ホウジロエボシドリである。ということで、まあ鳥鳥って言ってますけども、特にチャールズさんはこの、ね、鳥、 というものに象徴させて、まあ、いい知らせだとかね、特にアフリカのことに関してね、あの、鳥というものを持ち出して、まあ、鳥がちょっと、あのし、あの記事でもですね、あの鳥がちょっと遅れ気味だって言えば、ちょっとアフリカの案件の方がなかなか、あの、書類の見直しが何度も あの、行われていて、なかなか進まないだとか、まあそういうことを示唆していたわけなんですけども、あの、アフリカの案件に関してはね、よくこう、鳥のことを持ち出していました。で、今回もまあそうなんじゃないかというところですね。で、左の、あ、ごめんなさい。右の画像は、これ、あの、記事には左の画像って書いてあったんですけども、明らかにまあ右側なので、あの、右と訳しました。え、右の画像は、アメリカの商人であり、政治家であり、著名なアメリカ革命の愛国者である、ジョン・ハンコックである、 ハンコックは、独立宣言が採択され、署名されたとき、議会の議長を務めており、で、これは、あの、ツイッターのユーザー名ですね、あの、この方の説明によれば、正式にではないものの、ジョン・ハンコックといえば、署名の代名詞になっているほど、アメリカ人にとっては主に独立宣言書への大きくて派手なサインが記憶に残る人物です、ということです。ということで、ま、この方ね、ジョン・ハンコック氏といえばもう、サイン、署名の代名詞、 になっているほどの人なんですよということです。つまり、あの、アフリカの、を原産地とするこの鳥,鳥ですね。えっ、ー、と、ごめんなさい。えぼ、えぼし、あ、えぼし鳥ですね。あの、ね、ほうじろえぼし鳥。こちらと、あとこちらの画像、あの、サインの代名詞になって、 いるようなこの人物の写真とこう並べてさあ何を意味しているのかっていうことなんですよねつまりこの2つの画像はエチオピアの大臣が契約書にサインをしたことをほのめかしており早ければ来週にもこの契約とアフリカスペシャルの正式発表が待っている可能性があるということだ CNF が報じたように IOG はアフリカでの大規模な進出を計画しておりエチオピアの案件と同じくアフリカスペシャルもその対象となる コスキンソン氏は、アイスアジスなどのパートナーとともに、まあ、アイスアジスというのはちょっとあまり情報がなくて、あの前私が翻訳した記事をちょっと引っ張ってくるしかなかったんですが、アイスアジスはエチオピア初のイノベーションハブ及びテックインキューベーター、まあこのようにしかちょっと書いてなかったんですよね。そのアイスアジスなどのパートナーとともに、25カ国を超えるアフリカ諸国への接触を果たし、今後5年の間に IOG のアフリカチームを数千人とも は言わないまでも、数千人とは言わないまでも、何十人から何百人単位にまで拡大したいと考えている。ということでね、まあ、あの、アフリカ諸国にこの、まあ、進出して、各国にね、進出していくには、やっぱり、 まあ、あの、国もたくさんありますし、広いですからね。あの、やっぱりチームの方もそれだけ拡大していかなければということでね。まあ、そういう意気込みで臨んでいるということですね。ということで、この2枚もちょっとわけあってね、ツイートしたくなっちゃったんだよねっていう感じでね。あの、言いたくて言いたくてたまらないっていう感じのチャールズさんのこう波動が伝わってくるような、まあ、そんな記事でありました。はい。では、最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。